映画ゴジラシリーズをはじめとする数々の作品に着ぐるみで登場した酒田市出身の中島春夫さんを紹介する企画展が酒田市で開かれています。この企画展は昭和29年から18年にわたって初代ゴジラを演じた酒田市出身の中島春夫さんの当時の活躍ぶりを紹介しようと、地元のゴジラのファンクラブの人たちが初めて開きました。会場には撮影時の中島さんを取り上げた写真やゴジラシリーズの名場面を再現した模型など160点余りが展示されています。中には着ぐるみを半分脱いでリラックスした表情の中島さんを捉えた写真やゴジラの顔をアップで撮影する際に使った頭部の模型も展示され、訪れた人たちが興味深そうに見入っていました。パイロットですね。で、横須賀海洋に入って、それで飲むと思ったら。また昨日は現在83歳の中島さん自身が撮影当時の思い出話などを語る特別なコーナーも設けられ、ゴジラファンが熱心に耳を傾けていました。うん、時代になってた。ゴジラに入ってるなんてびっくりしましたよ。今日は秋田から車で来ました。貴重な話を聞けてとても良かったと思いますね。この企画展は酒田市の酒田町中キャンパスで今月13日まで開かれています。入場は無料です。